ゆっくりの、怖い話。一人暮らしを始めた俺を襲った恐怖体験。2チャンネルに恐怖体験を書き込む者が現れました。彼の家には夜中に訪れる者がいます。その正体とは一体何者でしょう。一人暮らしを始めた俺を襲った恐怖体験を語らせてくれ。書き溜めてないからゆっくりだけど、はよ、流したはずのうんこが残ってたとかやろ。これたまにありますよね。嘘です。一昨年の冬のことだった。俺は転職を機に地元を離れて関東に引っ越した。今まで地方でずっと過ごしてきた俺には期待感しかなかった。その県に引っ越したのは学生時代からの友人がいたからだ。友人宅に泊まりながら部屋を探す毎日だった。そして1週間ほどで家賃と駐車場代合わせて5万円のアパートを見つけた。駅からは遠かったがその分静かな環境であり俺は契約を決めた。駐車場ゴミで安いなおい、事故物件かよ。引っ越してから1ヶ月後、初めての一人暮らしだった俺は味わったことのない満足感を感じていた。そんな時、いつものように夜中にヘッドホンをしてゲームをしていた時だ。時間は深夜1時頃だった。何かガチャガチャ音がすると思いヘッドホンを外すと、俺の部屋のドアノブが動いていた。は、やだ怖い、酔っ払った隣人。何度も何度もドアノブが回されている。俺は恐怖を感じたが、きっと隣の部屋の人が飲んで帰ってきて酔って部屋を間違えているのだろう、と自分に言い聞かせて耐えていた。真下の部屋のシリンダーガチャガチャしちゃったことあるわ。真下の人すまん。夜中にやられたらたまったもんじゃないね。3分くらいだろうか、静かになった。俺は自分を勇気づけるためにおどけた感じで怖かったわ、と言いながら念のためドアを開けてみた。そこにはおじいさんが立っていた。全く見覚えのない老人がこちらをじっと見つめていた。俺は頭が真っ白になったが震える声で、ここは僕の部屋なんですけど、間違えてますよ、と言った。おじいさんは何一つ答えず俺の目を見つめていた。そのままお互い無言の時間が流れ、俺は恐怖に耐えられずドアを閉めた。そして動揺を落ち着けようと部屋に戻り机の上のタバコを取ろうとした。背後でガチャリと音がした。すぐにドアを振り返ると、手が見えた。さっきドアを閉めた時、俺は恐怖のあまり鍵をかけるのを忘れていた。チェーンだけは外していなかったが、そのドアの隙間から手を差し込みチェーンを外そうとしていたのだ。日暮らしのこの状態になったわけですね。声は。あの老人は俺の部屋に入ってこようとしている。それが分かった俺はパニックになった。ドアに駆け寄り老人の手を叩き落とし叫んだ。お前警察呼ぶぞこの野郎。老人多いとこやとあるあるやね。あるある、怖い、霊的な怖さとは全然違う怖さやね。急いで携帯を持ち震える手で警察を呼んだ。警察の方はすぐに行きます。絶対に鍵を開けず待っていてくださいと言った。俺はキッチンから包丁を持ちドアの前で震えていた。相手は見た感じ80後半ぐらいの年齢だった。それでも武器を持っていないと殺されてしまうのではないかという恐怖があった。体感だが10分ほどだろうか。チャイムが鳴った。ドアを開けると警察官が立っていて、もう大丈夫ですよと言ってくれた。あの老人はどうなりましたか。そう聞くと、警察官は彼の家まで送り届けましたと言った。なぜ警察はおじいさんの家を知っているのでしょうか。一体何だったんだと尋ねると警察官は、老人は俺の住むアパートの隣の棟の住人であり心の病気を患っていてたまに自分の部屋がわからなくなってしまうのだという。Y の場合は会社用やけど鍵閉めずに寝てたら見知らぬおっさんがそばに立ってた。サクッと1より怖い話すんなよ。老人の部屋は俺と同じく手前から5番目の部屋だった。つまり老人は普段からドアの数だけを頼りに自分の部屋に帰っており棟の違いには気づけないそうだ。そのため俺の部屋を自分の部屋と勘違いして開けようとしていたということだった。その後も警察官と話していると衝撃の事実を聞かされた。俺の前にこの部屋に住んでいた住人も全く同じ通報をしていた。そして老人に対する恐怖から引っ越してしまったのだろう。その後は得た部屋に俺が引っ越してきたのだ。俺は思わず、曰く付き物件じゃねえかとつぶやいた。高齢化社会の深い闇やな。恐ろしいね。不動産屋に文句言って部屋変えてもらうレベルやな。幽霊より立ち悪くてくさ。あのおじいさんはどうなるんですかと聞くと、家族の方は一応迎えに来るけど、また部屋に押し込めて終わりなんです、と言った。俺はそれまでの恐怖感から変わり凄まじい悲しさを感じた。その後も俺は変わらずそのアパートに住んでいる。そしてその老人も変わらず住んでおり時折俺の部屋を開けようとするのだ。その度に俺は老人を彼の部屋に連れて行った。いっち優しな、いっちええやつやな。大家に行って部屋変えてもらえよ。ホテルじゃないんだから無理でしょう。夜などの俺が在宅している時はいいのだが問題は昼間だ。俺が仕事でいない時、老人は延々とドアノブを回し途方に暮れて駐車場にへたり込むのだ。俺が帰ると地べたに座り込む老人を何度も見た。そして部屋へ連れて行く。なぜ彼の家族はほったらかしにするんだろうと怒りを感じたがこれが毎日だったりすると嫌になってしまう。それか自分の父親がほうけてしまった姿を見たくないのかもしれないと思うと我慢できた。そんな彼は先月亡くなった。休日の朝ゲームをしていたらヘッドホン越しに騒がしさを感じた。外に出てみると俺の向かいの部屋に警察官が大勢いた。もうあの人の手を引っ張っていくことはないと思うとよくわからない気持ちになる。異常や、突然の自分語りすまんかったやで。ただ今まで経験したことのない出来事で誰かに聞いてもらいたくなったんや。この位置はとても優しいですね。イッチみたいなええやつがいることを知ってワイもほっこりしたぜ。
そかそか、もう小便使わんかったのも狙いがあってのことなんやな。面白い話聞かせてもらいましたわ。あ、これだけは言わせてほしいんやけど、家から一番近い交番はちゃんと覚えておくとええで、ほんまに早く来てくれるから、それではおやすみなさい。優しいな。こうしてスレは落ちていきました。現代社会が抱える問題の一つによって位置は恐怖体験と、何とも言えない虚しさを感じるのでした。少し短かったので老人にまつわる不思議な話を、いくつか言ってみましょうか。10年近く前に、通学途中に道を聞かれた、純丸堂病院はどこですか？で、大きな荷物を持って、鼻にチューブを入れた痩せたおじいさん、急いでないし通り道だから、一緒に行きましょうと言った、荷物が重そうだから、ついでに持ってあげた、彼は、ありがとう、こんなに親切にされたのはいつ以来だろう、って大げさなほど感謝していた。そして別れ際に、親切にしてもらったのに、こんなこと言いたくないが、気に触ったらボケ老人のザレ事だと思って、と前置きした上で、就活はうまくいく、最初に内定をもらったところがいい会社、今の彼氏とは絶対にうまくいかない、意に反して、東京を離れることになる、結婚は少し早めで、幸せになれるが、第一子は残念な結果になる、その後は子供を3人産む。私は、何言ってんだこの人やばい、とドン引きした。東京は変な人が多いからすぐ忘れてしまったけど、あれから10年近く経ち、第一子を流産した時に思い出した。今のところ、全部言った通りになってる。第二子妊娠中だけど、この子は大丈夫なんだろうな。もっといろいろ言ってた気がするから、ちゃんと聞いとけばよかった。おじいさんは一体何者だったのでしょうか。もう一つ短い話を行きましょう。2年前とある特別養護老人ホームで介護職として働いていた時の話です。そこの施設ははっきり言って最悪でした。何が最悪かというと老人を人として扱わず、物のように扱う職員ばかりで食事も薬とかおかずをご飯に混ぜたり、入浴は水のようなお風呂で乱暴な介護で、抑制も日常茶飯事でした。職員の給料とか待遇は良かったんですが、あまりにもひどい老人さんの対応の仕方に、心ある人は我慢できず辞めていく人も多かったです。そのため、毎日のように人はいなく、職員全員がイライラしてる状態で、ひどい職員はそのストレス発散を老人にして、怒鳴ったりすることもたびたびありました。そのひどい職員の中でも特にひどい職員がいまして老人さんに暴力を振るっていました。A と呼ぶことにします。A の暴力はいつもひどくて顔以外の場所を叩いたり蹴るなど、A は元ヤクザをやってた人でみんな見て見ぬふりで、暴力によって怪我をしてもうまく隠蔽されました。俺も A が怖く注意できず今と思えば情けない話です。A の暴力する老人の対象は認知症や言語障害で喋れない人でした。その中で言語障害の B さんは A にされた暴力の内容を日記に書いてました。そしてその日記を別の職員に見せて助けを求めるも無視され B さんは身内の人もいなく4人部屋でも周りの老人は認知症がひどく、自分がわからない状態で A にとって B さんは最高のカモだったのです。そんなある日、早朝 B さんは急変して病院に行くも亡くなられました。B さんが亡くなった夜に A は急な心筋梗塞にて亡くなりました。まるで後を追うように。次の日、B さんのベッドを片付けていた時に本当はいけないことなんですが B さんの日記を見させてもらいました。A に対しての暴力の内容や怒りが書かれてました。B さんが亡くなる前の夜に書かれた最後の日記を見てゾッとしました。あいつを地獄に連れて行く。その後すぐ職場を辞めて、違う仕事に転職しました。転職してから1ヶ月後交通事故に遭いました。全治3ヶ月、もしかして日記の内容を見て呪われてしまったのではないとか思ってしまうこともありますが、これは偶然であると自分に言い聞かせてます。最近ですけど怖い夢を見ました。地獄みたいなところで B さんが笑いながら A を木刀のようなもので殴っている夢を。まあ、大丈夫とは思いますけど、これを見てもし何か災いが起きたらすみません。老人介護の闇、地獄に引き連れていく老人。恐ろしい部分が多い話でしたね。いかがでしたか？人の寿命は長くなりましたが、だからといって人間が幸せになった、というわけではないのでしょう。現代社会の闇は、幽霊よりも怖いのですかね。感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。